東京都が新宿区にある都庁舎で使用する電力について中部電力に供給を要請したことに対し猪瀬副知事は他の選択肢があることを東京電力に示すことが狙いだと話しました都は東京電力が企業など大口の電気料金を4月から17%値上げすることに反発しています猪瀬副知事は中部電力という選択肢を提示することで 東京電力に値上げについて考え直すよう促す狙いです。東京電力に対して。いろんな手があるよっていうことをね、僕は見せているわけで。また次の一手があるぞっていうふうにね。値上げに対して、常にそういう姿勢で臨まないと。この要請に対して、中部電力は。 電力需給が逼迫している西日本への融通が優先として消極的な態度を見せていて、今日午後5時半から中部電力の幹部が都庁を訪れ、猪瀬副知事と面会を行っています。新宿の都庁舎の最大需要電力は2010年度でおよそ1万1キロワットで、東京電力の値上げが実施されればおよそ1億円負担が増えるものとみられます。中部電力から電力の供給を受ける場合、 東日本と西日本で異なっている周波数を変換することなどの技術的な問題を克服できるかどうかが課題ですが、猪瀬副知事はそれは解決できるとし、大した問題ではないと話しています。